世界で最初の自動車を作ったのは、実はメルセデス車でした。トヨタ博物館に展示されているやつです。実はこの創始者は、世界で最初に運転免許を受けた人物でもあります。ただの紙だけどね。さてトヨタ博物館で実物を見ると、誰もが釘付けとなるであろう。非常に美しき 300SL。史上初のガルーイングドアの採用車ですが、実はこのガルーイング、一個問題がありました。事故って転覆。つまり上下逆さまになってしまった場合、ドアが開かなくなる恐れがあるのです。SLS AMG ではこの点が改良され、ドアを切り離す機能が実装されました。6桁のオドメーターを最初に実装したのも、実はメルセデスでした。10万キロ以上の距離をいち早く刻むという、当時から品質に自信があったんだろうなと感じさせられる出来事ですね。さて A クラスのプロトタイプが公道をテスト走行するとき、カモフラージュの中にあえて QR コードを貼り付けました。読み込むとプロモーションのページに飛ぶようです。他社もやればいいのに。さあテスラや中国が完全自動運転をほぼ実現しましたが、実はメルセデス、これも先駆者です。スーパーコンピューターを車載して、高速道路限定ではあるけど、自動運転システムをテスト、新透明並みに理想的な状況したとはいえ、2600キロ以上の距離を、瞬間的に最大177キロで走破。1995年にこれはすごいですね。世界で初めて ABS を搭載したのもベンツ。かつてのレースで、軽量化を極限まで突き詰めるために、塗装まで剥いだことがあります。クラッシャブルゾーンの概念を、1951年にはすでに実装していました。A45AMG は、極4の市販車の中では最大の馬力を発していました。416馬力です。GR ヤリスと同じくらいの圧縮比です。ドイツのパトカーにシルバーが多いのは、リセールがいいから。事故った際にシートベルトを引っ張るシステムもベンツが世界初。ルノーのエンジンやボディを使ったメルセデスのモデルが過去に存在しました。雪道で性能テストをしていたら事故ってしまった人がいて、救援を待ってる間にその人が考えたのが、スタビリティコントロールのシステムでした。実はメルセデスは車を運ぶためだけに、魔改造積載車を作っていました。3リッターの直六エンジンを移植し、220馬力もの力を持っていました。アウトバーンを約170キロで走れたそうで、当時からドイツのスピードレンジはイカれていますね。非常に残念なことに、なぜかメルセデスはこの激レア積載車を解体、しかしその後に再建されて、今は博物館に展示されています。スーパーチャージャーもメルセデスが世界初、日本でも必須化されたらしい運転記録装置。これに当たるものをメルセデスは昔から積んでいました。スピードや各種センサーの値を保存しているそうなのですが、どこの何がそれに当たるのか、ほとんど話題に上がりません。こちらの R63AMG、とんでもない車です。6.2 リッターの V8 自然吸気エンジンは510馬力を発生、最高速度は273キロであったようです。日本の高速はフリードが140キロで煽る程度ですが、向こうではアウトバーンで270キロ。道路環境がチートとはいえ、相変わらずイカれてますね。実はこの AMG、生産台数が少ないのでむちゃくちゃレアなのですが、その割には大して高くない様子。最初期の爆速ミニバンですな。事故った後もドアを正常に開け閉めできる機構が、1950年頃には実装されていました。ショート動画でも紹介しましたが、一部の SUV にはバウンスモードが実装されています。砂に埋まった際の自力脱出用なのですが、実際はこう使われることとなりました。さてこちらもショートで紹介した EV 版の G クラスですが、こっちには G ターンという、その場で回転する機能が備わっています。タイヤへの負荷が心配ではありますが、これもまた同じように使われるのかもですね。1931年のタイプ170は、世界初の4輪独立懸架サスペンションを採用していました。他にも油圧ブレーキやハンドルロックがありました。G クラスの1号車は、ターミネーターやコマンドーでおなじみの、アーノルド・シュワルツネッガー氏に納品されたそうです。富士ってやつですね。AMG のサイドによくついてる 6.3 という数字、実際の排気量とは異なります。この 6.3 バッチ持ちの実際の排気量は、6.2 リッターです。十分でけいは、最初期の V8 搭載モデルである、300SEL の頃からの伝統ですね。2010年頃にはすでに、運転手の疲労を気遣って休憩を促す機能がついていました。いつも先進的。これはマセディーズ・ベンツ、CL55AMGF1 リミテッドエディション。名前が大変長いですが、セラミックブレーキを初搭載したモデルでした。F1 のセーフカーにもなりました。メルセデスのオープンカーモデルにはエアスカーフという機能があり、首の後ろから温風を出すことができます。ベンツマークと呼ばれるスリーポインテッドスター。この頂点は陸、海、空を表します。創業者が親からもらったポストカードが原点になっているそうです。ラッパーのイルアイアムとコラボした、MBUX サウンドドライブがあります。
ハンドルの打角やペダルの回路に応じて、ボーカルの強さやドラムの音量などがリアルタイムで変動するそうです。ベンツの音ってかなりいいので、これは試してみたいですね。離陸したという伝説の CLR ですが、大幅に長いフロントノーズが、空力上の問題を引き起こしていました。実はあの浮き上がる事故、調べたところ複数回起きていたようです。スリップストリームに入らないよう指示したり、カナードをフロントに足したりピッチングを抑えたりして改善を試みたものの、根本解決にならなかったのは見ての通りです。C63SE パフォーマンス、トップクラスのパワーを出す直4エンジンですが、ドイツで絶望的に売れてない模様、2023年の販売数が、ゼロだったとか言われてます。さすがに嘘だと思いたい。この動画を作ってる私も見てるあなたも、今むっちゃ行きたいメルセデスミュージアムですが、実はこの施設には、世界一の人口の竜巻発生装置がございます。この建物は構造上、火災が起きた際の肺炎に弱点を抱えているようです。竜巻で強引に空気を集めて、そのまま逃がしてしまおうという発想。またベンツの世界初世界一ですよ。ベンツの象徴である3ポイントスターを、レノボが自社商品に使いました。メルセデスはこれに対して訴訟を起こしました。これはマイバッハのエクセレロ。史上最高額で売られたメルセデスです。800万ドル、約10億円で1台だけ作られたこの車、350キロのスピード域で走って、タイヤをテストするために生まれました。2005年発表で、351.45 キロを記録。ちなみにブガッティのベイロンも、2005年から販売が開始されました。ちなみに新車に限らなければ、この 300SLR ウーレンハウトクーペが、184億円で落札されています。今のレートだと200億円を超えています。1997年に、スウェーデンの自動車雑誌の企画で A クラスが横転しました。今ではムーステストとして海外で定番になっているやつです。以前このチャンネルのショート動画でも軽く紹介しましたが、安全が売りだったベンツにとっては大事です。サスペンションのセッティング見直しや、電子制御システムのアップデートで修正されました。マイバッハの高級感を際立てるツートン塗装は、境目のラインを手作業で引いており、塗り上げるのに約1週間を要するようです。実はロータリーエンジンを搭載したモデルが2台だけ存在しました。C111 といって、1台目は3ローター280馬力の最高速度260キロ、2台目は4ローター350馬力の最高速度300キロ、技術試験車両として、残念ながら市販化はされませんでした。側面に衝突される直前に、車体を持ち上げる機能が一部車種に搭載されています。昔アウディがやってたような、事故った際のあの大きな音から、鼓膜を保護する機能が実装されています。短時間の雑音で耳の内部の筋肉を収縮させることで、鼓膜の振動を抑制するらしい。BMW が、いつもメルセデスの先にいるよという挑発的な広告を打ちました。これに対してメルセデスは、でもお前すぐ壊れるやん。CLKGTR のエンジンを、メルセデスは市販車にも搭載したことがあります。7.3 リッターの V12 で、525馬力の745ニュートン、最高速度は250キロでした。パガーに臨んだ R にも、これをベースにした超ハイパワーバージョンが載っています。E55AMG は、あの SLR マクラーレンと同じブレーキキャリパーを持っていました。GPS と地図データを組み合わせることにより、トンネルに入ったら自動で内気循環に切り替えて、トンネルを出たら外気取り込みに戻す制御をしています。1998年、メルセデスはアメリカのクライスラーを買収しました。世紀の合併と呼ばれるほどの規模で行われた M&A ですが、結論を言うとこれは失敗します。大国の大企業同士が手を組んで圧倒的成長を期待したものの、規律に厳格なドイツの空気感と、アメリカの例のあれ、両者の連携はうまいこといかず、結果的に2007年に解消となりました。日本にハイエースがあるなら、ヨーロッパにはメルセデスの V クラスがある。この V クラスはアメリカでも売られていたのですが、せっかく組み上げた新車を一旦解体し、アメリカについてから組み直すという手法が取られていました。関税を避けるためですね。1909年という時期に、21.5 リッターの4気筒エンジンで200馬力をひねり出し、世界で初めて200キロ出した自動車を作ったのもメルセデスです。塗装前のボディは55トンものプライマーに付け込まれ、11キロ相当の防水剤を塗られるそうです。ここ翻訳ミスったかもしれません。最長距離を走ったメルセデスはタクシーとして使われていて、4.6 ミリオン。つまり460万キロ走ったことになります。地球から月まで約38万キロなので、月と地球を6往復できることになります。実はメルセデスもトラクターを作ってました。AMG のエンジンは今でも、たった一人のエンジニアの手によって最初から最後まで組まれます。サイン付きの刻印プレートの通り、BMW が E36 コンパクトという前後に短いクーペを作りましたが、全く売れずに大爆死しました。なんとその14年後に、メルセデスも CLC という同じ車格の車を作ります。そしてポッチも見事に爆死しました。コンパクトサイズの高級車ってなんかうまくいかないよね。
この C36AMG は、AMG とベンツが初期から協力して開発した、最初の車でした。この W126 の S クラスは、最も長い期間製造されていました。1975年から1991年までの間で、累積85万台が作られたそうです。当時の新車価格は約1200万円だったというのに、この W220 が、史上最悪の S クラスであったと言われています。この時期に CEO がコストダウンを推し進めたせいで、信頼性や高級感が低下したためです。一昔前にやけに流行った、コンバーチブルのハードトップ、このブームの火付け役も、ベンツの SLK であったとされています。屋根の開け閉め機構自体は、別の会社が遥か昔に作ったものです。でも数が売れて受け入れられるきっかけにはなりました。ブラバスの魔改造モデルも、ステアリング中央にはベンツマークを残します。ここを変えると衝突安全性の認証を取り直すことになるようで、そんなコスト要求されたら会社潰れそう。1923年に、メルセデスが史上初のディーゼルのトラックを作りました。1936年の 260D は、ディーゼル初の量産市販車でした。1955年のルマンレースで、オースティン・ヒーレイというイギリスの会社のマシンに、メルセデスが追突。突っ込んだメルセデスのマシンは観客席に飛び込み、結果的に80人以上が亡くなりました。これを機にメルセデスはモータースポーツから撤退し、約30年後の1987年まで姿を現しませんでした。アメリカのニューアトランタスタジアムの命名権をメルセデスが27年分購入し、メルセデスベンツスタジアムとしました。この期間のネーミングライツ総額は約3億2400万ドルだと言われており、これは約470億円に当たります。AMG GT の宣伝映像がかっこいいですね。売れてる高級車ブランドということで、広告費用も桁違いですな。さて EV である EQ シリーズは事故った時、バッテリーへの被害を減らすために、パワートレインを打ち出す機能があるそうですよ。調べたけどよくわからんかった。ピックアップトラックである X クラスは、開発コストを減らすために日産ナバラをベースにしました。三重でベンツを買ってた人たちが日産に耐えきれなかったのか、あんまり売れませんでした。車輪の再発明を美徳とするのは世界も一緒のようです。1940年、まだ道路インフラもなかったネパールに、メルセデスがプレゼントされました。当時のネパールにとって初の、唯一の自動車がやってきたわけです。ですが走る道も整ってないというわけで、これが輸送工程の記録映像です。ピラミッドの石かよ。しばらく保管された後、その車は整備士の人材育成用に使われたようです。2008年にその役目も終え、ミュージアムで余生を過ごしています。魚こそが空力的に理想だというコンセプトのもとで、試験的に作られた車がありました。ベースにしたのは南ハコフグ。どことなくお間抜け感があるような見た目ですが、実は CD値は 0.19 しかないんですよ。投影面積はでかいけど、0.2 を下回る CD値って、今時の EV でもあまり効かないですよね。世界で最もベンツが多い国は、実はアルバニアなのです。おかしいと思うでしょう？そうですよ。大半は盗難車です。特に90年代は国内情勢が安定しておらず、国境を十分に取り締まる余裕がありませんでした。そんな中で世界中から盗難車が持ち込まれたと言われています。2002年に発売された C30CDI-AMG は、唯一のディーゼルの AMG モデルです。3リッターの直後のターボディーゼルで、馬力こそ228でしたが、540ニュートンものトルクを持っていました。さっき唯一と言いましたが、わかりますよね？全然売れなかったってことは、シャシーまで AMG マシンとして作られているのですが、まあ228馬力という数値じゃねえ。1906年に、歴史上初となるハイブリッドカーをメルセデスは作りました。フロントのガソリンエンジンが発電用モーターを動かし、その電力で駆動用モーターを動かします。要するにいいパワーですね。120キロもの最高速度を記録していました。メルセデスは F1 にて、8年連続でチャンピオンを取り続けた唯一のメーカーです。この S650 プルマンは、6.4 メートルもの全長で最も長いセダンとなっていました。もちろんマイバッハです。6600万円スタートだったそうで、思っていたよりは高くない？防弾バージョンもありました。色あせることのない G63AMG のシクスバイシクス。実は6輪のメルセデスって、これが初というわけではないんですよ。1926年の G1 と、それを大型化した G4 が初です。フルレストアされた個体がスペイン王室に渡されたらしい。オートワイパー連動で、自動でサンルーフを閉めてくれる機能を実装した。多分エンジン切ってても動いてくれる。さて様々なコンセプトカーを世に送り出してきたメルセデスですが、最もユニークなのはこれでしょう。エフセルロードスターです。この動画でも紹介したっけ？最初期のあの車を、現代チックに再編した1台、カーボンボディに木目調のパネル、極めつけは燃料電池で駆動します。史上最速の SUV だと言われているのが、このブラバス900ロケットエディションです。GLE63SAMG がベース車で、4.5 リッターの V8 ツインターボが900馬力、1250ニュートンものトルクを発します。零百加速は 3.2 秒、最高速度は330キロでした。25台限定、約7000万円で売られていたようです。
AMG-1 は、フォーミュラカーのパワートレインをベースに作られた、いわば F1 マシンの市販車バージョンです。エンジンは 1.6 リッターしかない V6 です。2016年に、新型の SL と、ロシアのモデルであるナターシャ・ポーリーがコラボした、アート映像のようなものが作られました。青いシートでボディラインを強調することにより、優美なスタイリングを芸術的に見せるということなのでしょうか？ただの自動車ブランドに対して、芸術というイメージを持たせたかったのでしょうか？数年後あたりにマツダも真似るかもしれませんね。アメリカのとあるお墓には、メルセデスの 240D の、実物大の石の模型があります。この隣の墓に入っている方が買うことを夢見ていたのですが、病気により14歳の若さでこの世を去ってしまい、結局その夢は叶いませんでした。制作費は約1億円であったようです。日本語で調べても墓地の具体的な場所が出てくるくらいなので、同車種に乗っている人のちょっとした聖地になっているらしい。なんという蛇の生殺し。いや、死者への弔いと呼ぶべきでしょう。すべての G クラスは製造ラインを出た後に、約5キロの悪路のテストコースを完走しないといけません。さっきクライスラーとの提携で大失敗したという話をしましたが、実は韓国のとある会社とも組んでいました。調べたところ34という名前の韓国のメーカーらしいですね。技術供与を行ったことで、安い劣化コピーみたいなモデルを大量に作られてしまったようですが、2000年頃には経営が大幅悪化。買収や債務関連で20年近くあれこれあって、34は今、KG モビリティになったようです。メルセデス AMG の伝説を語る上で絶対に外せない一台が、レッドピックと呼ばれるこの車、300SEL をベースにしつつ、徹底的にチューニングされ尽くしたモデル、6.8 リッターの V8 を搭載し、まだ70年代なのにまさかの428馬力、620ニュートンのトルクで車重は1635キロ、1971年のスパのレースにてクラス優勝、総合2位という輝かしい戦果を挙げました。オリジナルはクラッシュしてしまって残ってません。最初はアフターメーカーだった AMG ですが、共同開発や株式買収を経て、2005年にメルセデスの完全子会社になりました。さてこのよく見る左右に直角に動いていく形状のシフト、これもメルセデスが考案したもので、特許が切れてから世界中で広まっていったのは有名ですね。最後に発音と名称について再確認。みんなベンツと呼ぶのですが、ベンツはブランド名です。メルセデスという会社が、ベンツ、AMG、マイバッハなどのブランドを展開しております。ちなみにこのメルセデスという単語、英語圏だとマセディーズと呼ばれているんですよね。Is the new Mercedes EQB 2022 Mercedes-Benz EQB マイバッハをメイバックと呼ぶ人もいます。英語の動画を見るときも、これで混乱する要素が1個減りますね。というわけでメルセデスの雑学まとめ、いかがだったでしょうか。海外のダイタスケックというチャンネル様の動画をベースとしつつ、自分で追加のリサーチをしっかりと行って、可能な限り正確な情報が提供できるよう心がけました。これは動画を作る際に参考にしたサイトのリンクをメモ帳アプリにまとめたものです。出典として概要欄にも貼っておきます。いやー16分みっちりの動画、作るのが大変でした。リサーチも含めると12時間くらいかかったと思います。今はもう高級ブランドのド定番みたいなメルセデスですが、今回のように歴史を振り返ってみると、最初期から自動車そのものを開発、研究していただけでなく、ABS やシートベルト、衝突安全ボディや人間工学に基づいたシフトなど、誰よりも安全で高性能な、中身と走りにこだわったブランドだったことが分かって勉強になりましたね。最後のベンツと呼ばれる W124。あれより前の世代のことを広く深く知る機会を得られて、教養を深められました。おやほ。私はメルセデスに対して、なんか見た目がゴージャスすぎていいイメージがなかった気がしたのですが、会社の歴史や設計、いろいろなこだわりを知ると、正当な評価ができるようになりますね。なお情報にミスがあった場合は、固定コメントにて訂正を出しておきます。よろしければご確認していってください。というわけで長話もほどほどに今回は終わろうと思います。完走した感想をお待ちしております。最近はショート動画ばかりでしたが、たまには長編動画も作っていこうと思います。あ、手配された。というわけでご視聴ありがとうございました。